10月30日火曜日。さあ、そんな2人の朝ですね。さあ、頑張るぞ。ブルマーですか。ほら、タケルちゃん行くよ。タケルちゃん、そんなバカみたいな顔してないで。昨日たっぷり寝たんでしょ。いろいろ考えちゃったんだ。自業自得だね。ほら、河原までレッツゴー。何なんだこれは。朝練に付き合うというね、朝練に付き合うという、そんなラブコメ的なオチでございました。これ球技大会に向けて特訓だよ、特訓。言ったら断るでしょ。だから言うわけないじゃん。もうタケルちゃんの攻略は任してよ。あいたー久しぶりのあいたーやな。あたた、この背景とマッチしてなさすぎて怖いけどな。だってタケルちゃん追っかけて。これスクミズじゃないですよ、ブルマーでしょ。今は亡きブルマーでしょ。いや、そなたたち朝から何をしておるのだ。おはよう。姿が見えなかったので心配したぞ。何のことだ。球技大会のためだもんね、タケルちゃんいつの時代って、今からこれ20年ほど前の時代ですね。2003年ですね。ブルマはまだ生きていた。なるほど、基礎体力を向上させようというわけか。多分生きてたよね、2000年ちょっとぐらいだったら。まあね。ならば私も協力しよう。早速トレーナーを手配。せっかちだな、そなたは。まだ言い終わっておらんというに。遠慮は無用だぞ。鏡はどうか。大丈夫だよ。そうか、ことが大きくならなければよいのだな。つくよみ好きな子のブルマ見たかったなは結構嫌味が深い。大丈夫、大丈夫か。そんなもんか、別にな。そんなもんやわ。何でございましょう。このギャップを言うなら、このつくよみのブルマ姿をすごく見たいよね。運動メニューを作成せよ。タケルと鏡と、そして私の分だ。食事メニューなどもすべて考慮するのだぞ。お任せください。え、タケルちゃんは付き合ってくれるって言ったもん。タケルも水球に出場するのであろう。水中では思いのほか体力が必要だぞ。水球すんの。水球ってね、めちゃくちゃしんどいからね、皆さんね。水球ってあれですよね、水深が多分足全くつかない、えぐい深いとこでやるんだよね、確か。一生立ち泳ぎしてるっていう。でも一緒にやるって言った。それよりみつるぎさん、別にいいよ。運動メニューなんて悪いし。ハンドボール嫌がってたのにな。ハンドボールより水球の方がはるかにエグいからな。気にするでない。生理学やスポーツ医学に基づいた科学トレーニングは世の趨勢だ。趨勢である。とにかくいいよ。やっぱり悪いし。なんだ、水臭いぞ鏡。そなたにはいろいろと世話になっている。え、そんなことないよ。そなたは謙虚だな。私とて無理強いをするつもりはない。迷惑であれば遠慮なく言うがよい。
あ、うん、そんなことないけど。グワシ、グワシ。あ、タケル、そなたももう少し練馬すれば多少の剣撃で地に膝をつくこともなくなろう。練馬、自分磨き。なるほど。このキャラは多分モブだ、モブか。あのキャラ欲しいな。あ、これ鈴宮なんだ。鈴宮なんだこれ。ちょっと鈴宮を紹介してくれ、俺に。一緒に歩いているのは見覚えがあるな。鈴宮を紹介してくれ早く。それ以上は申すな。あの早合点については私なりに猛省しておるのだ。榊さん、おはよう。あ、おはよう。ちょっとどうした、あからめておる。どうした。え、あ、うん、ふん、へえ。こんなキャラを隠していたとは。何よ。何でもないよ。あ、私、鈴宮あかね。あ、はじめまして、加賀すみかです。ないだろう。果実の件は誠に申し訳なかった。あ、いいよいいよ、気にしてないから。みつるぎ麺屋さんだよね。よろしく。はじめましてだよね、白金たけるくん。なんだ。有名になる人って相場が決まってるでしょ。何を。かっこいい人でしょ、頭のいい人でしょ、それからどうしようもないバカでしょ。何、どうしたの。まだどれとは言ってないわよ。なんなんだよお前らよ。これは落とさなあかんやつやな。あ、ごめん、部活の後輩見つけたから。ごめんね、ちょっと話があるんだ。うん、わかった。そうだ、千鶴、女子ラクロス出るんだって。え、あ、うん、優勝は渡さないんだから。はいはい、勝手に行ってなさい。じゃあね。委員長は花いらないんですよ、分かってないな。な、何よ。花があったら委員長じゃないでしょう。なんかあの子とは気が合うのよ。1年の時同じクラスだったんだけど、腐れ縁かな。別に間違ってないわよ、競い合ってたのは事実だし。親しいからこそ負けたくない、お互いにそう思ってるのよ。そこでバルジャーノンが出てくる。ミコト君、よくわからないけど。ちょっとそれ嫌味。人集めてあと一人でしょ。ああ、タケルちゃんのバカ。なんなのさ、ほんと、デリカシーのかけらもないね。どんデリタケル。今のは、榊の心を深くえぐったのではないか。そう、めっちゃ責められてるやん。してどうかと思うぞ。めっちゃ責められてる。なんなんだ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。こんな人はね、今時もう1ミリたりともいないからね。昭和の昭和の男を愛するなでしこ見てみたい。そんな人、みこっちゃん。あ、みこっちゃん、そういえば男からラブレターもらってたよね。あれどうなったんやろな、あの話。
ああ、なるほど。それを回収する。さあ、そうだね。何なんだ。ひょっとしてあれじゃない？あれとは。何何？鎧くん、水球に出るっていう話が。何の関係が？僕は出ないよ。ソフトボールだよ。どこかで話が歪んだんだろうね。ねえ、水球。水着じゃない？は？ほら、そういうの女の子好きだから。囚人服。囚人服？鎧は何か犯罪を犯したのか。あのなんか水兵が着てるみたいな水着を着せられるの。自分で買ったの。なるほど。鎧もなかなか個性的な思考だな。みんなは鎧くんの変な一面知らないし。なんか照れるね。照れちゃう。でもみんなに悪いよ。僕水球なんか出ないんだから。山下秀幸。え？中島正嗣。誰それ。長谷川貴文、大田学ぶ、竹下大三郎。タケルの知り合い。やつらの一部な。そらそうでしょうよね。ちゃんは鈴木ひろみ、渡辺圭子、太田雅子。なんだ、女性も大勢いるではないか。そなたも意地が悪いな。面白くなきゃつまんないって、そんなの当たり前だよ。白金、みっともないから口を閉じなさい。ほえ？それはどの辺に生息してるのかしら。ヘニューはタスマニアだったっけ。これはもう一生このままなんだな、この人は。冬でもこのままなんだな。そうだった？なら、そいつはペルーの山奥に住むと言われる幻の生物にでもしておきましょうか。もういいわ。ところで今の問題、白金に聞いたところでどうせわからないわよね。何の話ですか。それはコスタリカ沿岸部。次やったら特別補修受けさせるわよ。それは受けたいですね。じゃあ榊、この問題やって。また謎の。千鶴ちゃん。あ、いえ、すいません、わかりません。もう全然あれじゃないですか。わからないんじゃなくて聞いてなかった。気もそぞろじゃないですか、委員長。すいません。珍しくまともな授業してるんだから聞いてよって。あ、なになに、恋の悩み。違います。もうほどほどにしときなさい。白金君、ちょっといい？なんだ、お前から寄ってくるとは。なんだ、付き合って。いいだろう。いいから付き合って。何人付き合うか知らんが、いいだろう。もうね、騙されないよね。どうしてよ、体空いてるんでしょ。愚かな。愚かなり。バカ丸出し。なんだ、からかってたわけ。どうせなんなん、ちょっと委員長が燃えさせてくる。バカみたい。ごめんって、なんなん。何よ、どうしたんや。別に。いや、おかしいよね。読んどいて別に、おかしいよね。なんなんすか。そう、真面目に聞いてやるから。そんな態度のどこが真面目なのよ。話してみろよ。まあいいわ、
あなたっていい加減な人だもんね。でも時々は役に立つかもって思えたりするから。球技大会のことお願いがあるの。あれでしょ、ケイちゃんをっていう話だよね。説得してほしいの。はいはい、言ってくるよ。あやみねさんを。うん。当然でしょ。私が冗談でこんなこと言うと思うの？今のままじゃ勝負にもならない。何？わ、悪い？ラクロス部の部長だった私が球技大会で初めてスティック握る人に負けたら部はどうなると思う？部活をやってないあなたにはわからないかもしれないけど、お願い。いや、まあなるほどね。こっからの普通に考えたらこれ引き受けるんですよね。普通に考えたら引き受けるんですけれども、まさかのまさかのここは考えさせてもらう。まさかの考えさせてもらう。これ多分ね、ケイちゃんエンドの、ね、成分入れちゃダメなんですね、これね。いや、俺は考えさせてもらおう。わかった。いつまで待てばいい？わかった。それじゃあ。苦しいね。本命が委員長の私としてはなかなか苦しい選択でしたが。タケルちゃん、帰ろう。あー、なるほどね。そういうとこ、そういうとこ来る、そういうとこ来る。これはでも、一緒に帰るんですよね。もう住処なんです。すべては住処なんです。ねえ、タケルちゃんどうしたの？何か考え事？大丈夫。え？なんかね、用事があるって帰っちゃったよ。なんかタケルちゃんに迷惑にならないようにやるんだって言ってた。何をやるつもりだ。ろくなことにならんだろう。それより何か考え事？なんかめっちゃイケメンがいるな。タケルちゃんのことは何でもわかるんだよ。もう何回も言ってるじゃない。ほんとだ、弓道着着てるね。部活かな。浜から。なるほど。せっかく選んだのに。タケルちゃん。タマチョス。タケルさん。ミキに？自分でタマちゃんって自分をミキって言ってたっけな。自分呼びを初めて聞いたかもしれん。ダメなんですよ、私では。ケイちゃんもね、そういうの嫌いなんだよ。違う違う、人に頼んでもらうっていうの嫌いなの。ああ、そういうタイプ。タケルさんがケイちゃん
ちゃんにやってほしいって思うならタケルさんが頼んだ方がいいよ。絶対そうだよ。同級生をタケルさんと呼ぶのか、お前は。千鶴ちゃんは仕方ないよ。ケイちゃんと全然正反対だもん。あれは特別だと思うな。ね、あーいたやんなるほどね、この絶対領域的なものを押してくるんだね、あやみねしは。え、領域系の領域使いあやみねしだけだね、他そういえばいないよね。ごっそりタイツ履いてるか生足ばっかりやったもんな。おおちょっと刺激が強いじゃないか、うん、なんとなく。何をしてるんすか、そんなとこで。目に見えているからな、目に見えていますね、すべてが。悩み？相談乗る？話を、うん、うん、私と委員長、はい、動揺してるね、ナイスリアクション。相談に乗るのはやめだね。シト君がいなかったのが幸いだな。やだ、白金分かりやすい。あいつに頼まれたの？図星ばっかだね。話終わった？もうミジンコほども聞く気がないなまだまだだね。恥ずかしいこと言ってたよ。内緒にしといてあげる。任せて。どうすんのよこれ。どうするんすか。そう、単刀直入に行け。ここらしいね。ラクロスに出てくれ。だから白金は分かりやすい。すごく嫌。平行線じゃないですか。ここでうんって言ってもきっとうまくいかないよ。技術だけで勝てるならチームワークはいらないね。ちょっと正論っぽいこと言うてるけど無理ごめんなさい、あやみねさん。私あなたのことを誤解していたみたいなの。うん、ごめんね。委員長のことよく知らなかっただけだった。ひどいこといっぱい言ったけど許してくれる？うん、私の方こそごめん。私たち仲良くやっていけるよね。うん、これからはケイって呼んでいい？私のことは千鶴でいいから。うん、千鶴。ケイ、何の話ですか。はい、全然解決しないです。全然何も解決がしない、何も解決しないですよ。高橋さん登場。お前か、久しぶりだな。え、そんな BGM ついてたっけ。
なんか今からぶっ飛ばしてくれるのかな。ところで、メイヤ様はどうした？一緒じゃないのか。ちょっと峠行こう、峠に。そんなはずは。迎えに来るように言われたと確かに聞いたんだが。神代と巴と恵比寿だ。どうした？うん、あいつらろくでもない。はい、天柱なんてこと言うのよ。失礼ね。あんまり私たちを苦労すると。十字手裏剣が空を舞いますわよ。メイヤ様はどうした？あんたが勘違いして出て行っちゃったから。慌てて呼び戻しに来たのよ。そうなのよ。そうか。まあいい。メイヤ様がいらっしゃらないのなら帰るぞ。白金、お前も乗っていくか。そうか。乗れ、帰るぞ。乗れ、男らしいね。乗れ。有名やから高橋。まだ間に合う。乗れ。高橋と勝負したいね。早く。このランチ屋で。やばいやばい。ちょっと世界観が変わった。下、噛むわね。乗ってきたよね。あんまり元ネタに詳しくないからわからない。面白いじゃん。白くをつけて。行くわよ。何や、いつまで付き合わすねんこれ。あの長さでここまでに。なるほど。しかしそこ、ストラトスが、なんかショートカットするのか、まさかの。なんすかこれ、これなんすかこれ。漫画すぎるな。私が追いかけさせられていたのね、結局。こんなネタまで挟んでたら、それはお前どんだけ、何時間かかんねこれ。苦い思い出だけだった。勝負の厳しさを教え、ヘアピンの向こうへ走り去った。最後につぶやいたたった一言、それがこの勝負に残された二人の絆だと思った。負けたわ。
やねん。なに白金こんな時に野暮なこと言わないでよ。だったね。住みかよ。でも送ってもらえてよかったじゃない。この時間がすみかそれよりタケルちゃんの用事は済んだの？すみか、一体何してたの？すみか、なんでよ。うん、仕方ないな。まあいいか、いつか話してくれるよね。スミカ、タケルちゃん優しいもんね。さてと、私ももう寝ようかな。スミカ、うん、何？スミカ、え？スミカ、え、あ、うん、おやすみ。寝るか。ごめんなさい。君たちは何をしているんですか、そんなところで。天柱かましてごめんなさい。またマナマナに怒られたんですか。ついててごめんなさい。それからマナ様の話を勘違いして高橋を学校に行かせたのは私たちです。ほら、ちゃんと言いなさいよ。そうだよ、私たちも自分を殺して謝ったじゃない。ふふ私がなんだか一番損してる。ごめんなさい、レイヤ様のご意向に背いて大変なことをしでかしてしまいました。タケル様、許してくださいますか？もうええから、もうええよ。もうええよ。うん、いいよ。本当？男はそんなこと気にしないで大きく構えててよ。メイヤ様が見込んだ男はそんな些細なことは気にしちゃダメだって。こいつらな、セリフ長いねんな、3人いるくせに。はい。